中澤藤一郎役のヨーロッパ企画の住田隆です前作で唯一原作にはないオリジナルキャラクター町田裕太役を演じたヨーロッパ企画の石田豪太さんそのおかっぱ頭は地毛だったこれはもうはっきりしてます石田さんですよねもう罰ですなぜならですねあの彼はまあ 頭皮の状況が非常によろしくなくてですね、あのまあ、よろしくないという言い方もあれですけども、あの薬を飲んで、なんとかあの状態を維持されているので、えー、今、肝臓にダメージを与えてますけれども、はい、あれまだあの地形では、そうですよね、そうなんですこの舞台中も大丈夫かなという心配してます。はい <laughs> 劇中で行われたガチクイズ対決のシーンで最も正解数が少なかった出演者は笹島学徒役を演じた小澤亮太さんである亮太君亮太君はねそういうとこあるんですよきっと亮太君はそういうとこあるなということで「丸ですねうん、全然答えてなかったと思う <laughs> これはこれで気まずいですねねバスでっって欲しかった <laughs> 今年のゴールデンウィーク三越劇場で行われる「7 0 3抜 t h e q u i ー s t a e ラウンド2は見逃せない舞台になるかああなるほどこれはどうだろうなうーんちょっとまあ心配ではあるんだけどまあただなんとかこっちに持っていきたいと僕も頑張れたいと思いますはい。 はいえー、と2からの参加なのでちょっと途中からとなりますけれどもなんとかなじんで、えー名をサポートしつつ、えー、逆にもかき混ぜるぐらいの活躍ができたらなと思ってるんですけれども、えー、ちょっと心配ですでも頑張ります,ります、はい、よろしくお願いします